ブラジルの、まあ、4424411の形に対して、日本は433なんだけど、このウィングが、特に左が中入ってて、ね、高い位置取るみたいな、その形がベタな形になると思いますね。右のマルキーニョスから、左の右飛んで、で、アウベスが、アウベスじゃない、エキレル目がちょっと中入ってて、334みたいな形ですねで。そこから左サイドバックがエリアアップして、ラインカーに入っていくと。 では中央のバイタルに移動するっていうすごいなんか、原則しっかりしているエリアの取り方ですね。最初は5エリア取ってないんだけど、そこから後ろから入ってって5エリア取るから、選手は誰ですか日本とブラジル。一人ずつ上げていただけたら嬉しいです。日本は三笘、で、ブラジルはファビーニョかな。やっぱ風見のところ起点になってるじゃないですか。日本がそこを抑えられないし、まあ多分修正もされないんで、4123の3の後ろのところを 原口押さえるのか、古橋下がってくるのか、田中押さえるのか、遠藤出てくるのかっていうのが、もうその場面場面なんで、でそれが場面場面で対応するっていうふうに戦術になってるんなら、もっとスムーズにやってるはずなんですよ。でも今誰行くあ、来ないんかい俺行くんかいみたいな、そんなんだから、チャンスめっちゃ作られるっていう。ディフェンスラインで回されるのと、このアンカー的な位置取り、まあ、あの、フレッジが上がってアンカーみたいになってるんだけど、フレッジこっち上がってるって言っておい,いそう。 日本がこういう風になってて、青が日本ね。ここのエリアをこう押さえるのか、こう押さえるのか、こう押さえるのか決まってないから、ここにボール出た時に、じゃあ後から押さえいく、結果ここ空いて、そこにボールが入ってやられるみたいな。で、これが風見ろよりもハビーニョの方が得意ですね。で、なんだったら僕はフレイジと風見ろの役割逆にしてもいいと思ってますね。もっと質上がるから。そう。あとはジェズスかな、ブラジルだと一人って言われたけど二人上げちゃうと。 あのパケタのところが、まあ、しっかりキーパーしてくれてるんだけど、ジェススもそれできるし、あのジェススの方がワンタッチではたいた後にあのにゴール前に入っている角度の良さとかそういうのがあるんで、あとは左サイドバックのところから一番戦術的な修正ポイントはブラジル左サイドバックのところだから、そこはアレックス・サンドロとか出てきたら怖いですね。そうで、修正点でいうと、一、えーまあ、つはこの風見の抑えをどうするか。 ここどう抑えるか決まってないから、守備に関して。これを古橋に抑えさせてセンターバック持ってるときに、両サイドがこういう風にコースカットプレスかけるのか、もしくは僕は、僕が監督だったらって話なんで、433なんだけど、こう守備のときには原口前に残す4231にするか、僕ならここ原口じゃなくて鎌田使うんで、ここにして4231で守って、こっから押し込まれたときに、そう、あの、昨日とちょっと違うお答えになっちゃう押し込まれたときに、 まあ相手のウィングとかにボール持たれて、ここのエリアが広がるじゃん。その時にダブルボランチが下がったり、センターバックがこういうランニングに対して釣り出されたら、ボランチのどっちかが降りて、そこにカナダ降りてっていう、こういう形になる。で、ボールと同サイドの選手を開けないみたいな。もう逆サイドこう飛ばされる分にはしょうがないみたいな。っていう守備の、前からの守備の時に風見る、開けない、えー、撤退した時に、えー、サイドバックとセンターバックの間のエリアを誰が抑えて、後ろのエリアにどう降りていくかっていうのを決める。 そう守備の状況整理をきちんとするっていうのが大事だと思います。ブラジルはどうするんでしょうか。両サイドバック上がってウィングへのコース開けようとしてるけど、ちょっと両方一気に上がったからコースなくなって一回キーパーに戻さなきゃいけなくなりましたね。さあ、ここで一回引きつけるけど、ちょっと難易度高くなってますね。この辺はやっぱブラジルも結構選手のアドリブ任せにしてるんですね。 やっぱ横幅3で作った方がね、迂回経路作りやすいんでね、今みたいに両方上がっちゃって2になると、間に立つ選手のポジショニングがしっかりしてないと繋がらないんですよね、今みたいに。さあ、吉田の縦パス厳しかったけど、ああ、やっぱ失ったね。さあ、クレヨン。いや、パケタのマイナスをクロス、フレジを収めて決められなかった。いや、ハンドがないか大丈夫か。さあ、堂安です。まド堂安の方が裏に抜けていくと。あ、三までできた。誰とかあったんだよ。ああ、やっぱ南岡。いいっすね。でもアウベスが下がった後なんだよな。アウベスと当てたかったら。 ミリトンもそんなにサイドでのドリブルが、への対応がうまい選手じゃないけど、でもまあ、アウベスよりは早いからな。風見のちょっと甘かったけど、いやー、アウベスとやらせたかったな。アウベスとやらせたかったで森保さんに求めすぎて言っ,ちって <laughs> もう森保さん、なんだと思ってんだよ。ハニ君、このままだとワールドカップグループステージ突破すると思いますかまあ、今日みたいな感じはあるかもしれないけど、ただ、ブラジル相手にこんだけやれたっていう風に自分たちを評価しちゃう可能性が高いじゃないですか。だって、今まで、 アジアカップとかいろいろ負けててもさ、なんかこう、変えなかったのが、ブラジル相手に1-0だと、このなんか俺、音聞こえてないけど、吉田もちょっと清々しい感じの表情してるじゃん。てなあと、このまま行く可能性高いからで、本大会になると別にブラジルよりレベル下がらないですからね、スペインとかドイツとか別の良さがあるチームだから、そこ相手に点取られて、で、1-0になった後も、じゃあそこからどうするかっていうと、ただ三笘にかけてただけじゃないですか。てなると、一番なんかやばい流れじゃないかなと思いますね。 まだ、まあ、大敗してたら大敗してたって危機感持つだろうし勝ってたら勝ってたで自信つくんだけど1-0っていうなんか負けてんだけど自信つけて成長しなくなるような一番心配な流れですけどね。い